はい、こんにちは、ずんどうです。聞こえる聞こえる、ドットワルキリーで苦戦してるみんなの声が聞こえる。なのでちょっと今回はですね、さっき出した動画よりもというか少し潜在を変えたんだ。編成は全く一緒なんですけど、潜在を変えました。ここですね、エリオで、多分エリオが毒目覚め体制になってたんですけど、多分だけどこの毒目覚めじゃなくて遅延を6個振ることによって、ドットワルキリーが突破しやすくなるかなって思って、ちょっと改めて撮ってますね動画で。もう編成全く同じ7強アマコズミ、まあバインドだったらもっと詳しく説明するか。7強でバインドだったら OK で、で上限解放で遅延ですね。で今回ちょっと詳しく説明するわ。エリオバインド耐性プラスで L 字持ってたら OK で、スキブ、まあこれを遅延にしてきました。まあ毒目覚め耐性本当に入れなかったんで、まあちょっとあれかなと思って、で遅延振ることによってドットバル切りで遅延あまり受けないっていう。で超転生芝超消しにして、まず、まあ、ここの武器もバインドの武器だったら OK かな。上限解放で遅延で超転生芝2体目超消しにして、バインド、まあ、バインド武器ジャンヌダルクだけど、まあ、バインド武器だったら OK で上限解放遅延で超転生芝超消しにして、エリオハンスか、ハンスだけどバインド武器だったら OK、 バインド武器でだったら OK、 上限解放遅延でエーススキムプラスで、アレキサンダー、まあダブル吸収、2ターン続くダブル吸収、まあ2ターン続くダブル吸収がいいかな、まあ、ここは決め縄対策で持ってきた。上限解放遅延やってこう。でこれさ、バインド耐性だったら OK って言ってるけどさ、スキム足りてる？みんなこれスキム足りてんのかな。でここ打って、ここちょっと立ち回り変えました。立ち回りを変えまして、これ柴田ら打って1回ずらすことによってエリオが溜まりますね。溜まり直すので、これで溜まり直すんで、エリオ打ってで芝打つで、そうすることによってブラフマドラゴン2ターンで突破できるんで、これがまあ結構最善な立ち回りかもしれない。 OK、 うわ水がいっぱい、倒せるかな。 OK 倒しました。でかなり、まあ、安定するけど、まあ、結構局所で立ち回りミスればなんか突破できないかなっていう感じで、すごい低評価が押されてそうな感じがするんで打って、でこれ打ってでずらす、これで8910OK11、12で倒して、いや編成は全く同じだからさ、なんか再利用の動画再利用動画みたいな認定されないかな、 YouTube から広告剥がされないから。でここでまあ芝打ってこう、倒してるかな、倒せるね、これはさすがに倒せる、さすがに倒せると OK で、芝はまあ芝じゃないわ、ブラフマはまあ簡単に突破できる。でこの3階層がやっぱきついかな、3階層だけやっぱなんか癖がある、すごい千鳥の漫才ぐらい癖あるんで、これがちょっとやっぱきついかな若干。でここはまあ正直ここね1コンボでいいんだ、1コンボだけでいいんだ。 OK、 あー毒、あー危ねえOK、 1コンボだけで OK、 1コンボで OK、 OK、 1コンボだけでいいんだ、ニューシングル1コンボだけでいいんだ。で、これまあ普通にこれ終わったんで、覚醒無効と封印終わって、でこのルーレットがやっぱきついかでこれ打ってこう、盤面お掃除しましょう。これで、はい、これでずらして789OK1112、 あいいね、あいいね、で倒せるかな、倒せました。で半分いきました。でこのルーレット厄介かなこのルーレットやっぱ本当に厄介で、ちょっと一回これ終わったらっていうか、一周したらずらす、一周したらずらすっていう感じ、一周したてっぺんのタイミングでずらすっていうのが OK、 結構いいかな。それが4回デスパリオンじゃなくてメノアか、メノアいいね、メノアいいねってちょっとキモいな、メノアいいねってキモいな。これずらして、あなっちゃったメノアのメノアをやらしい目見たかな、やばい、ミハルパドル見せた。で
まあこれ襟を打ってちょっと一回一周したらずらす。 OK 7、8、9、10、11 OK で15コンボ、はい、これでも倒せるでしょう。 OK、 やっぱ襟は強えな。襟がやっぱヒパの、ヒズラシパの、シバドラズラシパの強サブになってるね、やっぱり。でこれ見せたかったんがジルレガーと、これワンパン2回ワンパンするだけ、めちゃくちゃ簡単。もう本当にこれジルレガーとは大当たり、マジで大当たり。でこれ打って耐久して OK で、これ打って、あーでも L 字があれか、ちょっと L 字だけ気をつけようか。そこに来るね。そう、じゃあ、いやこれ木の L 字したいな普通に。難しい難しい、ちょっと待って、パズルミスりそう。あ、なんで話して今、やば、ちょっと待って、やっちゃった、マジか、やっちゃった、うわ本当にやっちゃった、やべえ、待ってちょっと待って、うわマジか、でめっちゃ焦ってるやん、俺めっちゃ焦ってるけど、もう勝ってますねこれ。これ実は勝ってますね、これ。まあ4騎士とかしとくか、実はこれ勝ってる、焦ってるふりしてるだけ、勝ってる。もう回復して、え、やめて、倒して、でこれで荘園来るでしょ。でエリオ溜まってるんだ、エリオが溜まってるんで大丈夫と。これ打って一周したらで回復しとく毒来たら怖い、あ毒はもうないか、これでまあ倒せるかな。 OK やったぜ倒した。いやこのジルが来ると本当に当たりですね、マジで簡単、めちゃくちゃ簡単。こんだけもう俺がうわーって事故ってミスっても全然 OK ですね。でまあ普通にいけましたね。まあ正直さっき出した動画の編成と全く一緒全く一緒だけど、ここを遅延、まあちょっと今回はバルキリー、ドットバルキリー出てこなかったんで検証ができてないんだ、まだ検証できてないというか1回しか検証できてなくて、まあ突破できるか分かんないけど、まあ安定感が増すよっていう、ここを遅延6個振ることによって安定感が増すよっていう話かなですね。でバッチは HP ですね。よし終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあねー。